ゴミ拾いをモットーに海をきれいにする活動をしています。 NPO 法人海さくらの皆さんです。よろしくお願いします。こんにちは、 NPO 法人海さくらです。海のゴミの約8割は町からやってくると言われています。今日は町のゴミをきれいにして海にゴミは行かせない。みんなで海の未来を変えていきましょう。チェンジフォーザブレア。ありがとうございました。海さくらの皆さんです。日本財団会長笹川洋平81歳、もとい19歳、ルフィでございます。全国の皆さん、ご参加ありがとう。この海ゼロウィーク1週間やりますんで、全国で20万人以上の人が参加をしてくれることになっております。心から感謝を申し上げます。世界の中で最初は20カ国で2050年までに追加的に海に流れ出るゴミをゼロにする、大阪ブルーオーシャンビジョンというビジョンを去年世界中でまとめ上げて、去年は20カ国だったんですけど、今はなんとその4倍を超える86カ国までそのビジョンを共有する国が増えました。世界で広がってあとはというときに、もちろん世界は約200カ国ありますから、これをさらに広げていくというのはもちろん、私たち日本の中でこの海ごみという課題を一人一人の意識の中でも取り組みの中でも広げていきたいというときに、ごみを拾って海を拾う。君が愚痴をこぼす。僕は食べかけのパスタが気になる。隣の客は何かに似てるような、瞬間に君の声がした。 Oh yeah。 もしあなたが私だったら、それは誰のためでもない。それでも僕は君のためにあたふた回ってみようかな。僕はどうせ荷物持ちでしょ、たまの休みのショッピング。君の背中が好き。楽しい動画が盛りだくさん、海さくら公式 YouTube 海さくらチャンネル、ぜひご登録ください。その他公式 SNS もチェックしてね。
ゴミ拾いや環境活動をやってる人とやりたい人をつなげる日本初の環境イベントポータルサイト、ブルーシップ。ぜひご活用ください。